購入してきております。そしてね、一応ね、LINE でね、この写真を送ったらね、欲しいって言ったので、購入してきました。そしてね、あとはね、その手渡しするまでに、綺麗にね、これね、拭いてからね、渡してあげようかなと思っております。だからね、こういう感じのね、木馬ですね。こんなんね、子供用の木馬です。ゲロッチョンは乗りませんって言って、今乗ったことは乗ったけど、ゲロッチョン自分のためには買っておりません。ということでね、こんな感じですね。はい、こういう感じのね、木馬になります。よいしょ、よし、動いてもらおうかな。ほら、こういう感じでね、小さいお子さんがね、乗ったらね、楽しくね、遊んでいただけるんじゃないかなと思いね、ちょっとね、わ、これ剥げてるように見えんです。上こうやっといたろうか、こうね、こうやっといて、これ上げたら剥げやということでね、ね、小さいね、お子さんね、いてる子が、人がいてるんでね、そして LINE でね、ちょっとね、写真送ったらね、いるって言っとったので、まあ安かったのでね、一応ね、ゲロッチョンがね、プレゼントとしてあげようかなと思っております。その前にね、ちょっとね、この中古なので、ちょっとね、傷んでるんでね、綺麗にね、拭いてからね、渡そうかなと思っております。じゃ、こんな感じですね。こういう感じのね、可愛いね、子供が乗る木馬になります。ということで、今回はね、この木馬をね、購入してきました。はい、じゃあね、ということでね、ゲロッチョはね、あんな風にね、楽しむためにね、購入してきたんじゃなく、ちゃんとね、お子さんのためにね、購入してきております。ということでね、ほんじゃね、バイバイ、またね、またね、動画見てねってね。はい、じゃあねー、バイバーイ。